マジでお前マジでむせてる感じのなんか待って、記憶の片隅にあるかもしれないそれはい、ということでね、まあ今、まあ、自粛期間ということでね、まあそれぞれ各々、まあ、時間を過ごしていると思うんですけれども、はい、まあそこで気になるのがね、まあこの大量の時間何に使ってるのってことですよね。大喜利？大喜利ではございません怖い怖い、雑談です。潮干狩り、大喜利やん。いやしょうもねえしなもちろん何やってる自粛中。まああんま良くないと思うけど、やっぱなんかバイトとかなっちゃうよね。バイト？家でではないけど、自粛中バイトが多くなっちゃうよね、やっぱり。家では何やってる？家では何、バイト多めに入れてんの普段より？いや入れてないけど、まあ変わってっていうことがたまにあるからみたいな。で 家でないし、何してるかね。別におもろいことも何もやってないんだよな。なんだろう、別におもろいこと聞いてるわけじゃないんですけどえ、マジで動画見たりしてるぐらい。あー、ギフト、うん、ギフトじゃないけどそんなギフト毎日見てるわけじゃないけど、お前ギフトか。動画見るよね、やっぱり。動画見る期間増えるよね。 YouTube？ あ、まあ、とかね。なるほど。いや、Netflix だろ。いや、入ったのよ。お、結局。わあ、やるじゃん。いいやん、いいやん。でもまだ別にそんな見た、1日目とか。何見た、何見た。普通の映画じゃない、ドラマとか。あとは何見た、だから普通のバラエティの番組とかえ、だから何見たって聞いて普通に言っていい？じゃあゴッドタウンとか。お前さ、そうだな。ウーってなっちゃった。リゼロ見てって言ったじゃん。見てないんだよな。映画、声の形をちょっとだけ見たぐらい。ああ。それぐらい。でも別に言うほどじゃないから別に言わなかっただけで。いいや、別に。でも一番に映画とかって来たってことは、ゴッドタン隠したい気持ち。隠したいとかではないんだけど。正直。即答でゴッドタン電話じゃ話しちゃったよ。確かに。恥ずかしくはないんだよな。ネットリックス登録したんだよね。ゴッドタンみたいな。それはね、ネットリックスでゴッドタンがやってなっちゃうから、ちょっと。ゴッドタンに失礼。いや、でもおもろい、好きだよ俺。なるほどね。ハルキは？いや、ネットフリックスですね。ああ。何見てんの？いや、もう、それは、イテウォンクラスですよ。出ました。はい。2周目してますから、今俺。なんの？もうおもろいよ。もうおもろい。あとね、ブラックミラーっていうシリーズ。へえ。なんか俺らが主人公の二択を選べるの。へえ。例えば主人公がシリアルにするかみたいな選んだら、うん、こっちって押せばそっちになるの、映画が。へえ。おもろい。でだんだんその主人公が俺らの存在に気づいてきて、お前は誰なんだみたいに聞かれて、うん、ネットフリックスから君を見てるみたいなこう言ったりとかすんの。へえ。それはなんか特別版で、なんかブラックミラーの本筋はなんかイギリスの番組なんだけど、イギリス版世にも奇妙な物語みたいな感じで、いいね、マジで面白い。短編でオムニバスでシーズンに4話ぐらい入ってて、1話完結1時間ちょいみたいな。へー、おすすめです。おもろそうじゃあレイは？俺は映画をね、こう縮めるやつ、3分ぐらいで見える、その言ってた2時間ぐらいの映画を3分ぐらいで見れるっていう。なるほどね。別にハマってんのと、あとはリゼロだね。出ました。リゼロに出会うっていうこの期間に。リゼロ友達に聞いたら、なんか18話のためだけに他の輪が存在してるアニメだよって言われたんだけど。そんな言われたら18話までめっちゃ気になっちゃうじゃん。そうじゃん。いや、でも逆に俺友達に18話ハードル上げられすぎて、うん、ああこういう感じでってなった。ああ、なるほどね。見てほしいね、リゼロ。多分そう、リゼロ見てからなんかフィギュアとか欲しくなっちゃった。そうなんだ。フィギュア欲しくなっちゃった。リゼロな。あと今日好きです。出た。永遠に分かんないんだよ。永遠に分かってもらえない。今日好きなんだ。見たことないから。親目線だから。全く分かんないんだよね。親目線もう。すごい。今日好きだけは好かんな、どうしても。まあね。のせは？僕はゲームです。まあ、いっちゃおもんない話始まる。自粛関係なくじゃない？自粛関係ないよ。むしろもう自粛をもう利用しているというか、もう今するべきことは配信。配信っつって、もうずっとマインクラフトやってる。ずっとやってる。マインクラフトやりたいな。なんか友達とやるマイクラ面白いよ、ね。そうそうそう。いいなって思った、マイクラ。どのね、あのデバイスでも参加できる。携帯でも、そうなんスイッチでも、もう統合版だから。あ、そうなんだ。マイクロソフトアカウントさえあれば、っていうのも携帯でもできる。6年前。できるんだけど。俺もやりたいわ。やるか。やろうぜ。やるか。もういいんじゃないですか、次の話題いきますか。まあ給付金がね、全員一律10万もらえるんですけど、でかいよな。どう使うかなって、答
ことですよ。まさかとは思うけど貯金しようと思ってる人いないよね、この中に。いや貯金する気はないかな別に、ね、ダメですよダメですよ、お前貯金する顔してるもんこいつ。何に使うっていう感じだよね。ダメっていうか使った方がいいよねっていう、使わないって意味ないっすよ。そうだよね。え、待って、チャイム5時半になったの、もう5月だから。えー、そうっす、やばくね。うわ夏やん。いやあるんだよね、あの小学校の時さ、うえ5時半じゃん今日からって。あるある、30分遊べるみたいな。そうそうそう、あでかいんだよな30分マジでマジ30分でかい。5時半からさ、5時になって4時半になるじゃん冬とかって。うん、4時半ってやばくない？だって学校さ4時とかに終わる時あるよ本当に。それで部活とかやっちゃったらじゃない、小学校のちょっと4時半は全然遊べん。終わり、意味わかんない、終わり、もう終わり。そうそうそう本当にマジでそう、おもろいな。10万円の話聞きすんじゃった。そうよ、10万円何に使う。でもね、俺が使うとかじゃないけど、なんかアップル社儲かりそうって思う。ああ確かにな、ゲーム機器とか今売り切れてるもん。うん、そう、なんかスイッチとかやばいらしいね。なんか YouTuber とかじゃない限り MacBook とかさ、うん、大金はたいて買おうと思わないと思う、なかなか。確かにね。けど国から10万もらえたら買うじゃん、なんか、ね、ゲームは自腹で頑張って買おうと思うけど、 Mac は自腹で買おうと思わないっていう持論があって。確かに確かに、うん、高いから。そう、あ10万プラスされるならまあ買ってもいいなっていう人がね増えそうな気がしてるんだよね。確かにな。リアルにどう使うの？いや、やっぱ名称で4人の10万集めてじゃんけんで勝ったやつが総取り。無理です決定無理です。ぼっち 80% オフル。おマックやば賭博法違反なんだ10万はやダメだ、やばい。リアルに旅行行きたいな。あ終わったら、あ10万2回ぐらい。いいな。でもコロナ収まる前に使う、あ、どうなんだろうね。どうなんだろう。いいな、それ。でも今使ってほしいんじゃないの。そうだと思う。まあそうではあるよね。なんか買ってほしいんだろうね。結構ガチでね、なんか特に欲しいものないんですよ、俺。ないんだよね、本当にない。ないんだ。え、あんの。まあ、服とか買えればいいかなって。ああ、10万でね。どうしてもこう、10万まとめてみたいな印象がついちゃってるわ。ああ、そうなの。全然小分けだわ。10万の買い物って家電とかしかなくて。確かに実家暮らし家電いらないじゃん。バルミューダ買おうか。何それ。うまいパンが焼けるトースター2万5000円ぐらいの。でも2万5000円なんだ、うん、でもトースター2万5000円だよ、うん、高いよ。そこまでして美味しいパンバカうまいらしい、そんなに、うん、10万ってなんかそう考えると10万ってなんか100万だったらいっぱいあるけど100万までいけばある。100万だったら何買うの。車。ああ、安直なのか。まあでも服かな、でも結局は。いや服だよね。服いいね。まあ服だね。ゲーム行って靴とか。ゲームか。俺も服かもな。給付金で10万あったら1着3万とか買えるもんな。俺ピアス買おうかな。10万で？うん、10万まあ。10万ピアス。1万ぐらい。クロームハーツとかの？サンダーホスト。いやーでも普通になんかの彼女欲しいって言って。って言わせるやつだな。10万で彼女欲しいかなーって真面目だと。もっちで何欲しい。俺、うん、10万でしょ。10万か。彼女欲しいかな。まあふざけんな。ふざけんな。どういうこと。ふざけんな。レンタル。レンタル彼女は10万使ってみたら。10万使ったら何ヶ月ぐらい行くのかな。そんな行かないな。行かないのかな。1日多分リアル1万とかじゃない。そんな高いんだ。10日間、10日彼女できる。うわー、いいじゃん。お前坊主にしなくていいじゃん。あ、でもレンタル彼女は。そっか、坊主か。マッチじゃあ可愛い女の子と10万円分の食事。てかなんかさ、俺今思ったけどなんかさ課せられてんのおかしくね。いや別にいいんだけど、本当にできなかったらいいけど、なんか逆につけてよみんな。焼肉おごるって。あ、そういうことね。できたらでしょ。いや俺もそれって話だったじゃん。そうそう、いい焼肉おごる。なんかなんで俺だけなんかさ、俺と相応のなんかはないのみんな目標というか。別に俺らはできたことちゃんとあるし。
できたことある？いや、もともと発端はモッチが彼女できたことないっていう。いや、そうなんだけど、あるけどさ、なんかちゃんと恋愛してないイメージなんだよね、俺らの中で。あ、最近失恋したっていうのもあるし。そう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 、欲しいみたいな言ってたよね。そう言ってたんだよ。でモッチが発端だった気がする。まず、うん、そう、でもじゃあ坊主にすらみたいな感じだった。じゃあいいよみたいな。もう無理。俺だけなの？ダメで、もう無理。別に俺らそんな血まなこなって欲しいわけじゃないもん。おもろいって。もう血は嫌だよ俺。美味しい。いいじゃん。めっちゃ美味しい。おでこの血は良くなるんじゃない？あー確かに。群れがなくなるから。あーね。イケメンになる説。え、ガチで坊主にすんの？まだそんな多分大体的に言ってないから、ここで言っちゃったらね、もうよ。忘れてたもん俺その話。え、なんか今流れで坊主になるみたいになってるじゃん。うん、無理だから。ないよ、撤回とか全然できる。マジそんな悩む必要ないよ。撤回って言えばいいんだ。いやね、なんかね、撤回しで。え、だってさ、そのさ、坊主を背負ってまで、うん、お前が彼女が欲しいのかどうか、まあ、全然。いや、それはそう、それはそうでもないんだけど、それ言い出したらそうでもないんだけど。じゃあ、それ相応の罰にした方がいい。もう、彼女欲しいってやつが、ちょっと腰できなかったら坊主するわみたいなのが、そのそかみそぎなのに、そか、みそぎってか、その条件なのに、坊主って高えぞ、だいぶ。